はい、ヤクのまさです。こんにちは、まあ、こんばんはですかね。はい、ちょっと暗くなってきましたけどね、まあ、暗くならないとね、こういったライト系の、ね、レビューはできないなと思ってまして、まあ、そんな感じで、ご飯を食べて、洗い物を済ませてね、家事ですよね、家事してで、ちょっとね、薪ストーブ炊きながら、ちょっと薪寒いですからね、なんだかんだ言ってね、ちょっと薪ストーブ火つけて、温まりながらな、コーヒー飲みながらな、これビールじゃないですよ、僕酒飲めないんで、一滴も飲めないタイプなんで、ひたすらコーヒー飲んでます。はい、最高ですね、薪ストーブとコーヒーね。はい、まあ、そんな中で、今回ですね、マキタ 40V のランタンが出てきましたね。これね、事前情報的にはね、先週挙げたマキタ、40V 考察っていうね、動画の中でランタンが出たらいいな、出るんじゃないかなってことを僕言ってましたと。だけど、あの時ね、動画を撮ってる時はランタンが出るって知らなかったんですよ。だけど撮ってすぐに出るっていうのを入ってきまして、って感じで、ちょっと待って、そのランタンが発売されるのと僕の動画が、公開するのどっちが先っていうので、ちょっとややこしいなと思って、でいい感じにね、先週公開して1週間ぐらいもせずに、ランタン出てきましたって感じでね、なりましたね。ちょっと複雑な気持ちでちょっと、動画の編集してたんですけど、まあ、そんな感じで、まあランタンが今回ね、新発売となってきました。ラジオ付きなんですね、今回ね。はい。そして、まあ、カタログもね、今日手に入ったんですけどね、こんなカタログですね。でこのカタログの中にね、今回はなんと 40V 仕様だけじゃないんですよね。18V と 14.4V、10.8V 仕様のランタンも今回は、まあ、近日発売って書いてますから出てくるんですね。要は、まあ、バッテリーは共通じゃないんで、ね、そのバッテリーに合わせた機種が、今回は出てくるということですね。はい、ということでね、ちょっと開けて、見ていきたいと思います。まあ、さてね、どんな形のものかと、まあ、形は大体分かってるけどね、写真であるんだけど、はい、まあ、うん、おお、こんな形ですね。ああ、今回は USB の充電がちゃんとできますね。これで、まあ、バッテリーをつないでみる、ね、こうなるんですよ。こうだね。結構ごっついね。 でもまあ僕が、ね、思い描いていたランタンっていうのは、もうちょっと下がね、ちょっとランタンっぽいっていうか、なんだよそのランタンっぽいって感じだけど、ちょっともっと、ボーンっていう、ちょっとなんか、ランタンって感じの、いや、違うか、ね、そんな感じの、やつをイメージしてましたけど、思ったよりもなんか、こっから下はなんか、トリマー的な感じになったんだって感じがしますね。はい。あ、なるほどね。結構、充実と。ね、バッテリーつけたら重たく感じますね。で今回はね、ここにね、ラジオがついていますよね。で、まあ、ラジオも結構音質がいい、高音質ってここには書いてるんで、ね、ちょっと、まあ、なんでもいいから、ちょっと、ラジオをつなげてみたいなと思いますね。うん、ちょっと説明書、読みます。はい。はい、まあ、そんな感じで、ちょっとね、説明書を見てみました。ラジオに関してはね、ここの空き家の中では聞けなかったんで、ちょっと外に出てね、電波こうやって拾って、どこだどこだどこだってやって、やっとね、電波拾えたんでどこだよってすげえ田舎なんでね、まあ、そんな感じでちょっと、野外で聞いてるのをちょっとね、つけてみます。どうぞ。まあ、音質で言ったらどうなのって感じですけど、まあまあそれなりに悪くはない音をしてますね。明るさで言ったらね、ちょっと待ってよ、これちょっと消しますね。ほらこんな感じなんだよね。そんなにね、めちゃくちゃ明るいっていうわけじゃないんだよね。はい、
はい、まあそんな感じで、まあ音質的にはね、やはりあのマキタラジオの方がもちろん全然いいです。それはね、比べちゃダメってことですね。そして Bluetooth で、携帯からスマホからね、音楽を飛ばして聴けるっていうわけじゃないってこと。純粋にラジオだってことですね。まあ、できればね、飛ばせたら方が良かったんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ、そしてライト。ライトなんですけど、まあ、明るさをね、ちょっと、部屋を暗くして試してみたんで、それもね、見てください。どうぞ。はい。そしてね、まあ、明るさなんですけど、これ今ちょっとね、ライトの明るさなんですけど、これで、まあ、ここがね、モード切り替えになってるんですね。で、押すごとに変わるんですね。こんな風に、4分の3点灯っていうのがあったりするんです。ね。こういう風にですね。はい。で、ちょっとこれでね、明るさを見てみたいと思いますね。部屋の電気ちょっと消しますね。おお。これで電球色です。うんうんうん。で、これが、これがまあ蛍光灯色ですね。はいはい。そんな感じ。うん、で、まあ照度変えれるわけですね。はい、まあそんな感じで、明るさで言えばね、全然明るいっていう感じじゃないんですね。まあ、ぼやーっとした薄暗い感じですね。まあ、テントの中で吊るしたりね、したらちょうどいいかなっていうぐらいと、まあ、蛍光灯色であれば、まあ、停電時にはすごく、普通に明るいかなっていうことですね。まあ、ライト点灯時間で言えば、そうですね、今回のね、この、40ボード仕様でいくと、そうですね、5アンペアだったらランタンが34時間、ラジオが58時間、フラッシュライトが66時間って聞きますね。まあ、5アンペアだから逆に言ったら半分の 2.5 アンペアだったら、まあ半分になるってことだから、まあ、ランタンで言ったら17時間ぐらいですかね。まあそんな感じになるのかな。そうですね、まあ、ラジオで言ったら29時間になるのかな、は聞けるってことです。まあ、29時間ラジオ聞かねえよなと思うし、まあ、ランタンも、一晩ね、夜が明けたらまあ大丈夫かなってことですから、まあ、一晩ね、ついてたらいいかなと思いますから、まあ、2.5 アンペアでもね、一晩ぐらいは、つくんじゃないでしょうかってことですね。そしてね、今回はね、18V と、ね、10.8V のね、機種も専用のランタンが出るんで、そのパターンは何だろう、18V のね、6アンペアだったらランタンが19時間、そしてフラッシュライトは37時間の点灯ができて、ラジオは63時間も聞けるってことですね。聞かねえよと思うけど。そして 10.8V のランタンだったらラジオが31時間で、ランタンが 8.5 時間。そしてフラッシュライトが16時間、点灯するってことですから、まあ、近日発売ってなってるんで、ね、近日発売予定だからね、まだ発売されてません。まあ、これと一緒の形のものが、ね、バッテリーが違う形でも刺さるってことなんで、これを買えば 18V 刺さるとか、ね、10.8V 刺さるわけじゃないんで、これは 40V 専用ですってことですね。まあ、バッテリーに合わせて専用機種が出ますってことですね。はい。はい、そしてね、まあ、明るさをね、まあ、求めるんであれば、ね、ワークライトですよね。はい、こちらのワークライトですね。こちらの方が断然明るいです。ワークライトの、これがまあ強なんですけどね、これの中、弱ってありますね。多分弱と一緒ぐらいかな。弱よりもちょっと暗いんじゃないかなっていう感じです。まあ、ワークライトも結構ね、まんべんなく光が出るんで、こんな風に照らしてね、上から吊るしておけば十分明るいんですけど、まあ、ワークライトの明るさを求めてる人が、ね、ランタンを買うと、ええってなるわけですね。多分それぐらいの明るさだと思います。僕も最初見た時ね、えってなったの。これ本当に40ボルトなのっていうぐらい、暗い感じがします。だからまあ明るさを求めるんであればね、ワークライトを買った方がいいですよってことですね。
で、まあ、防災とかね、家で、まあ、停電時とかね、いうにあればね、こちらの方が、まあ、いいんではないかってことなんです。まあ、もちろんこっちもね、普通のこんな風に、フラッシュライトついてますからね。ね、こんな感じで。これ何かの時に出すの、これ。ね。助けてくれってやつなんか救難信号的なやつ、まあ、そんなのよくわかんないけど、何のために光るのかよくわかんないけどね。まあ、こうですね。で、まあ、4分の3点灯っていうやつはね、この3方向が点灯して、後ろのこっちはね、点灯してないんです。ちょっとわかりにくいけどね。まあ、こうやって上から吊るした場合はね、下だけ明るかったらいいっていうことで、4分の3点灯モードっていうのがあるわけですね。色もね、こんな感じで、ここでね、調整ができるということですね。はい。で、まあ僕ね、まあ家にね、この 10.8V の刺すタイプのね、ランタンをまあ持ってまして、それをね、いつも枕元に置いてまして、寝るときにね、これをまあ、夜ね、ちょっとつけたりして、まあ、携帯いじくったりとかね、しているわけですけどね。で、今回はね、僕もね、これ家用にね、買ったんですね。家でもし、ね、停電したときとかね、にちょうどいいかなと思って、まあ、買ったやつで、ね、40V 仕様の、まあ、ライトって結構ね、まだ、そんなに持ってなくって、ね、前回買ったワークライトっていうのはね、しょっぱなで、で、今回の、45度のランタンというのは2個目ぐらいですよね。はい。まあ、明るさを求めるんであれば、ワークライトですね。まあ、キャンプとかアウトドアとかね、防災を求めるんであれば、ランタンでいいんじゃないかなってことですね。まあ、値段で言ったらね、やはりちょっと高いんで、ね、その分はちょっとね、考えた方がいいかなってありますけどね。で、他のね、機種も、今後、近日発売ってなってるんで、まあ、これと同じような形で、バッテリーがね、18V 刺さったり、10.8V 刺さったりするってわけですね。はい。まあ、今回は、まあ、僕ね、まあ、ラジオ付きだってことと、まあ、Bluetooth 飛ばせてね、音楽聴けたらもっと最高に良かったんじゃないかなって思うんだけど、そこはついてないっていうところですね。まあ、音質的には普通かなってことね。マキタラジオの方をね、マキタの、やつを聞いてると、どうしてもね、あっちがむちゃくちゃいいんで、あれ以上のもんでなかなか出てこないんだけどね。まあ、それを求めるような値段じゃないし、多機能だっていうことでしたね。はい。まあ、使い方はいろいろと、用途はいろいろとは思いますけどね。はい。ということで、今日はね、こんな感じで、ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、今日はマキタ40V ランタン、出たんでね、レビューしてみました。じゃあ、また。